アトミラリテートフォン・ハンブルクは1690年に浸水し、護衛艦を交渉し、ハンブルクの旗元に行動したフリゲートである。同艦は、ハンブルク提督府と商業委員会から発注され、護送船団を海外における、ハンブルクの貿易相手国まで護衛し、死略船の襲撃から守る任を帯びた。1645年頃のハンブルク。 ハンブルクは16世紀、ハンザ同盟の権威が失墜すると、経済的な重要性を増していき、最も重要な公易中心都市の一つへと発展し、その交易関係は、グリーンランドから地中海や八海にまで及んだ。どこよりも地中海で、商船団は、イスラム教徒の死略船の攻撃に頻繁に、さらされていた。これらは船を打歩し、積み荷を強奪し、乗組員を、 しばしば奴隷となるか、身の白金が支払われるまで最悪の環境下で拘束したのである。このことは、船員の自由を買い戻すための奴隷解放保険の創設や募金活動につながった。また、ヨーロッパの様々な戦争は海運にも影響を与え、ハンブルグに経済上の困難をもたらした。交戦国の主役戦の脅威に、諸国はフリゲートなどの軍艦を、 小船の護衛につけることで対抗し、ハンブルクもそれに倣う。1623年には、特に、これらの艦艇の建造、偽装と維持に責任を負うハンブルク邸特府が創設された。資金や組織上の問題が解決し、明確に、軍艦という類別を寄避した、最初の護衛艦が建造できるようになるまでには、それからおよそ40年を要している。 クリスチャン五世率いるデンマーク軍による1686年のハンブルク行為戦。17世紀の同伴が、激しい攻防が繰り広げられたのは、町の北西にあるシュテルンシャンツェであった。1618年、帝国最高法院は新生ローマ帝国の帝国自由としたるハンブルクの地位を確認した。しかしデンマークは、この判定を承認せず、ハンブルクを引き続き、 ホルシュタイン公領の一部とみなしていた。1686年、市内の創上に続いて、リューネブルク公領との間に大規模な紛争が発生すると、ハンブルクの暫定的な権力者たちは、デンマーク国王クリスチャン・五世に助力を求めた。クリスチャン・五世はここに、ハンブルクをデンマークの実効的支配下に置く後期を見出し、即時の世襲的、 40万ライヒスターラーの功能並びに、シモンの鍵の譲渡と、デンマーク軍2000名の受け入れを要求する。それを強制するべく、クリスチャン・ゴセイは1686年8月26日、16500名の軍を率いて、ハンブルクの近郊にいたり、同志を激戦に巻き込んだ。これにより、市内の意見は一世にして、リューネブルク・セレドの同盟に傾き、 そこから総王の援軍が派遣される。ハンブルクはこの援軍と共に防戦を成功させ、クリスチャン五世は和議の成立後に撤兵した。1690年頃、ハンブルクの支配層は、この不安定な時代において、特に同志の重要な通商公開により安全を与えることを決定し、新しく追加の護衛艦を発注した。もう一つ、建造の重要な理由となったのは、 比較的に一方的な公益関係をハンブルク氏と構築し、非常に成功を収めていた、いわゆるイギリスの宮廷に経済的対局を与える必要性であった。イギリス向けのハンブルクの誤送戦団は、護衛の欠如からほとんど成立していなかったのである。クリスティアン・プレヒトが1691年から1692年にかけて制作したとみられる。 アトミラリテート・フォン・ハンブルクの完備の像。ハンブルク歴史博物館所像。本来、この像は望遠鏡を右手に持っており、偶意的に提督の姿を表していた。1690年に浸水したアトミラリテート・フォン・ハンブルクは、その名を冠したハンブルクで唯一の護衛官である。戦勝は、かなり浅い喫水を特徴とするネーデルラントの建造様式を参考にした。 それまでの護衛艦と比べて、初めて武装の削減が計画され、同艦は大砲44本を搭載することになった。彫刻作業は、これまでに護衛艦、バーペン・フォン・ハンブルクとレオポルズ・プリムスを装飾していたクリスティアン・プレヒトに依頼することができた。実際、それから1690年に完成したアトミラディテート・フォン・ハンブルクの大砲は、 計画に従って44本に削減されている。1691年11月、アトミラリテート・フォン・ハンブルクは、マーリン前艦長の下初めて西方へ向けて出航した。後に、ゲオルク・シュレーダー、最終的に、マルティン・シュレーダーが艦を指揮している。アトミラリテート・フォン・ハンブルクは1691年から1728年にかけて、 合計32回の戦乱護送を実施し、レオポルドス・プリムスに次いで多くの護衛任務をこなした官となった。最も頻繁に向かったのはイングランド、次いでイベリア半島である。同官は1738年に廃官となり、1748年に売却された。市議会はその所管の中で、これらの官邸を売りに触れて、オルロークシフ、すなわち、 軍艦と呼称している。これに対し、ハンブルク提督府も商業界も、対外的には、それらが商品の防衛に寄与するものであり、ハンブルクの戦争行為のために発注されたものではないと断言している。この像の由来については、異なる意見がある。ハンブルク歴史博物館の案内版によれば、この像の制作者は不明だが、一般の書籍では、 クリスティアン・プレヒトの作品とされている。ハンブルクの沖合で船が停泊し、新しい護送任務に向けて待機しているとき、それらの大砲の一部は船から降ろされ、船団武器庫に収められた。町が攻撃されれば、大砲は、死壁の防衛に用いられたのである。当初、二代目、バーペンフォン・ハンブルクの方は44門に減らされるはずであったが、実際には、 同盟の先代と同様、その間にも50門以上の大砲を装備することになった。つまり、アトミラリテート・フォン・ハンブルクは1689年以降、砲の数を削減した初めての護衛艦となったのである。狙撃手は現代ドイツ語では、ブークセンズフツェ、すなわち、狙撃手と表記できる。彼らは、搬送軍艦の兵員用の持ち場で敵と抗戦する役目を与えられていた。 小判長の補佐。手のひら報酬は、ピラー S ユニバーサル歴史コン P164 によれば、館内の特別な部屋で、装填道具、大砲用のテークルや、携帯食料の管理を行う、公平化士官である。ハインリヒアウグストピアラー、ユニバーサル、歴史コンデアギャガンバートウントファガンゲンハイト第4版、第15巻、P155、アルテンブルク1862、 小班長とは軍艦において公会長に従う、歌手官であり、前哨のロープや作具を監督する。小班手は、いわばその補佐であり、バウスプリットの作具を監督する。小班手の直属として見張りにつく乗組員は、シーマンスガステンという。前者は、カーベルガステン、もしくは、ボーツマンスガステンとも呼ばれる。なぜなら幹判長は特に作具を監督していたからで、ある。 これらの乗組員の中で最も有能なもの、マースガス店は見張り台における勤務やウエホの管理に当たった。そのため、作具やロープの修繕も担当した。当時のハンブルクにおいては、船長の職位は購入するのが一般的であった。応募者は船長職に就くため、多数の賛同者と並んで、少なからぬ資金を用意しなくてはならなかった。 護衛艦の艦長は150ウターラーの月給を受け取っていたので、この就職活動における出費を取り戻すには一定の期間がかかる。艦長の選任は護送選談委員会が行う。護衛艦の艦長は生涯にわたって固定の報給と年金を受け取った。ありがとうございます。